私はなぜ自分の伝えたいことが周りにうまく伝えられたいのか知りたいです。あ、伝えられない、あのそうですね、言ってる意味を分かってもらえない。はあ、そういう人なんだ安藤さんって。そうですね。今まで具体的にどういうことがありました？例えばあのよく言われるのはやはりまだ現役を最近までやっていたので。そうですよね。調子はどうですか、あのとかコンディションはどうですかとか体調面とかいろいろ試合前に聞かれたりとかするんですね。でその時に正直に今の現状を伝えるために、例えば怪我をしてしまったら、あ、すいません、あの練習中にこういったミスをしてしまって、はい、怪我しましたと、怪我をしてますけれども、あの頑張りたいですとか、あの実は靴が壊れていてとか、いろいろスケーターってやっぱりあったりとかするので、その現状を伝えてるんですけど、それをよくなんか言い訳またしてるとか、ああ、なんていうんですか、まあまあプロ選手は仕方がないか分かりませんけどもね、言われない人もいるんですよ。あ、怪我してたのに頑張ったねって言ってもらえる人と、そうそうそう、いるいる、あのキャラの違いな、キャラの、そうじゃない、そうじゃない、そうそう、分かる。だから自分が言うと、え、何また言い訳してんのみたいな雰囲気に絶対なるんですよ。ああ、突っ込まれるタイプなんだ。まあしょうがないですよ、ダークサイドなんで。ダークサイドなんかの、いや、そんなことないわ。ミルティミルティ、俺結構応援してるで。子供も育てたろうと思ってるよ、お前。僕はあの名古屋大学ずっとやましてね、はい、僕の学生がよく あなたの おばあさんだかやってる店が、おじいちゃんがやってるんですけど、おじいちゃんがやってるんです、祖父がやってて、祖母も名古屋大学の近くで、そうそう、はい、一時期やってまして、僕の研究生も随分あのお世話になりまして、どうもありがとうございます。終わってからでいいでしょう。それでね、あのやっぱりね、あの少しこう全体としては名古屋だから僕もよく知ってるんだけど、はい、若干こわもてっていうか、少し怖い人っていう風なイメージがちょっと自分でも感じない？いや、でもよく言われます。強いと思ってる。あ、もう小さい時から友達できにくいです。あ、よかったら友達紹介しますね。ちょうどよかった。やだ、袋もついてきますけども。なんかあの第一印象はすごい怖いとか、うん、そういう感じでしょ、はい、ね、あのもう本当に小さい時から友達のと、うん、を通じてとか、うん、あとよく言われるのはやはり地元で、ああ、な、あなた笑うのねって言われます。はあ、そういうところはちょっと名古屋の感じではあるんですよね。あります。そうか、僕ら世代は安藤さんに対してめちゃくちゃエロそうな女やな思いながら見てました。僕ら世代はそうやんな。勝手に巻き込むなよ、僕ら世代。お前だけやないか、そんな思ってんの。僕らは多分あの練習中みたいなものを名古屋の人なんかよく見るので、あ、まあそれとスランプの時があったんで、うんうん、その時怪我だなんたらでドキュメンタリーが追いかけてるのが多かったのは事実やね。なんか勝手にやられましたね。そうやね、勝手にやられましたね。だから今の言い方相当気強そうでしたけど。すいませんよ、本当に端々に見える気の強さがやっぱり、いけないとこ、いけないこと言いました。結構フォローしてますよ。だから子供まで面倒見るって言ってるでしょ。それなんでや。